広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。おはようぴー、よっぴーヘッドです。ルナップルです。ライキメカーです。本日はコートダジュールさんにお邪魔します。イエーイ。案内していただけますでしょうか。楽しみだね。楽しみだね。めっちゃ楽しみ。ね、ちょっとエネルギーのマークがあるよ。ちょっと見えてるよ。え、これいいですか？どうぞ。失礼します。すごいよ。めっちゃすごい。すごい。うわ、すごい。びっくりした。うわ、もう一面だね。うわ、一面ポケかな。リザードンもいるし、すごい。エネルギーもいっぱいあって、え、額縁もあるよ。すごい。額縁、ね、高級感もあるね。いや、本当にすごい部屋だね。すごい、すごい、すごい。でもね、他にもあるみたいなので紹介していきましょう。じゃあまずね、うん、テーブルにポケカができるプレイマットが敷いてあるんですよ。おお、じゃあカラオケも楽しみつつポケカも楽しめるんですね。確かに一気にできちゃうね。うん、でね、遊び方簡単チェックとかが書いてあるシートなので、まあ、初めてやるような方でも遊びやすいんじゃないかなとも思います。うん、あ、見て、うん、コロッと冷凍フルーツ入りポケモンドリンク。おお、上がる。美味しそう。ポケモンとのコラボドリンクがあるんですね。うん、コースター付きだって。じゃあもうこれみんなで飲もうよ。飲みたい。はい、こちらでーす。うわ、いっぱいある。はい、なんとですね、全種類人数分用意していただきました。全部飲めるんだ、嬉しい。うん、そしてですね、ドリンク1つにつきコースターが1つ付いてくるみたいです。おー、楽しみ。うん、じゃあ開けていきましょう。うん、なんだろう、高いくらいいな。じゃあここで、お、ほぼ出るかな、ひまりんを出るのは水タイプ。炎タイプ。かわいい。お、あ、草だ、揃った。めっちゃね、ね、冒険の最初で一緒に旅をするポケモンたちですよ。もうオールスターですよ。あとこの他にシークレットがあるみたいなので当てられたらラッキーですね。当てたいね。なんとここでポケモンドリンクアジアテッククイズ。アジアテッククイズ。いやー、来ました。もうね、触り心地だけでストロベリーであることが分かります。では飲みます。あ、うまっ。うまっ。うまいけどちょっとむずいかもしれないぞこれ。うんうんうん。じゃあ来ました。はいはいはい、じゃあいただきますよ。え、あった。ちょっと見てるんだろお前。目開けてない。うまっ。え、むずいかも、本当に。はい、来ました。いただきます。ストロー、ここね。いただきます。うん、あ、すごい、炭酸が爽やかで、めっちゃ美味しいし、わかりました。もうね、風味がすごいしっかり育ってきて、わかりました。はい、じゃあ、ライチメカは2杯目です。まあ、触り心地だけでストロベリーだってわかりますね。うん、美味しい。あ、なんかすごいフルーティーですね。はい、ドリンクマスターです。いきます。2杯目でマスターになったのか。うん、美味しい。そしてこれはめちゃくちゃ分かりやすい。これいけるよ。マスターでした。2つ目ですね。いただきます。自分の中ではね、もう2択なんで、これです。はい、じゃあ3杯目いきますよ。うわっ、もうこの輝くサーナイトの慈愛のベールのような優しい、このね、包み込んでくる味が分かりました。チャンピオンでした。最後ですね。これはもうあれに違いないでしょう。いただきます。うん、あ、美味しい。結構ね、甘さがさっぱりしてますね。
じゃあ画面から見て左側から 1,2,3 になるように並べてください。はい、いきまーす。フェイントかけてるけど、なんかふっこうでしょ。おー、みんな同じ、みんな一緒。それでは正解発表がこのコースターでやっていきます。おー、一問目の正解は緑なのでメロンです。はい、やった。じゃあ2問目いきたいと思います。よいしょ。おー、青までブルーライチでーす。ということはシークレットが出ちゃったりしてね。え、それはなかった。ストロベリーですね。はい、3問目の正解ストロベリーでした。どれも美味しいのでぜひ頼んでみてください。どうやらですね、聞いたところによるとコートダチュールさんの中にポケガムがあるらしくて、うん、その部長さんにお越しいただきました。わー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。部長です、よろしくお願いします。いや、今日はね、コートダチュールポケガムの部長さんと、まあ、スタートデッキ100を使って対戦していきたいと思います。うん、誰がやる、そう、誰がやるかって話なんだけどやりたいよね。ちょっとまたね、コースターを用意していただきまして、その用意してもらった3つの中にどうやらシークレットがあるらしいんですよ。ほう、このシークレットを引いた人が部長さんと対決するという形でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それでは引いていきましょうか。いやー、シークレットの可動感じを、うん、自分に近いところにあるやつにします。うんうんうん、じゃあ僕真ん中で。はい、じゃあ僕お願いします。はい、せーの、アイフォン。おー、かわいい。キラッと、キラキラしてる。当たりました。すごいね、これ嬉しい、当たりました。うん、じゃあナナップルが部長さんと対決だ。はい、よろしくお願いします。じゃあまず最初にね、デッキの方開けていきましょうか。はい、お互いに見えないようにね、ちょっとカメラには見せてあげてください。開けます。開けます。なるほど。なるほどね。ポケモンブイこれですか。ナナップルはね、ポケモンブイが2匹入ってまして、こんな感じです。部長さんもね、強そうなポケモンブイが、はい、頑張れると思います。入ってましたよ。この子がメインで頑張ってくれると思います。では改めまして対戦よろしくお願いします。お願いします。最初はグー、じゃんけんぽい。先行にします。方向で種ポケモンがいませんでした。なるほど。おー、ここちょっとバレていくよ。メインからバレていきますね。メパルダスとかもね。それでは対戦の方始めていきましょう。よろしくお願いします。バトルスタート。イベルタルです。シシコです。1番いきます。さあ先行1回目の番、じゃあモンスターボールを使います。ボール、モンスターボール、はい、コインを投げて表だったらポケモン手札に加えてこれますね、はい、表だ。ここで表が出たので山札からポケモン1枚持ってくることができます。はい、じゃあネクロズの V を持ってきます。加えてきた超エネルギーをネクロズの V に、はい、つけて番を終わります。だから、ね、V にジョイネルギーをつけて番が決まりします。はい、部長さんに移ります。高校1回目の番です。では、ジュンを使います。ここでサポートジュン、山札を3枚引くことができます。3枚。高校最初の番ね、サポートが使えるという点と、まあ、技を使っていけるという点が強い部分ですが、エネルギーをペパリ用します。シシコにこのエネルギーを1枚つけています。クラッシュハンマーを使います。クラッシュハンマー。ここでさあ、ここクラッシュハンマーは攻撃をします。破壊の爪で70点でお願いします。ここで破壊の爪使っていきました。部長さん、エルサルの HP は残り50ですね。サポート来い。さあ、うーん、サポートが来ないな。先攻3回目の番、ナナップル選手、ここでラッキーエネルギーをつけます。さあ、ここでラッキーエネルギーをネクロズの上につけていきました。ただちょっとサポートがないのでこれでも終わります。さあ、このままサポートを使わずに、じゃあ入ってます。サポートが引けない。破壊していきました。破壊の爪で70でお願いします。はい、破壊の爪を使ってきました。破壊の爪で気絶します。はい、これでイベルタルが気絶。最後1枚いただきます。最後、はい、先行者の部長さんです。ネクロズマ V を出します、はい、ここでバトル前にネクロズマ V が出てきました。じゃあスペシャルレーザーを使います。ラッキーエネルギー、特殊エネルギーがついていますので、120ダメージ追加で220ダメージ。これで強い。スペシャルレーザー220ダメージが火炎獅子を襲う。はい、サイド1枚取ります。これで強い。サイドが並びましたね。アブソルをバトル場に出します。はい、ここで部長さんはアブソルをバトル場に出しています。1枚引きます。エネルギーをデコレします。では取引を使います。さあ、ここでパルタスの特性取引を使って、ジャッジマンをトラッシュして2枚に回収。ジャッジマンをトラッシュして2枚引いていきます。クラッシュハンマーを使います。さあ、いやだね。ここでクラッシュハンマー、今度は
これ特殊エネルギーをプラッシュできると結構スペシャルレーザーが弱るというところあったんですけど苦しいですね。攻撃ですね、引きずり出すで、はい、ブティックを前でお願いします。引きずり出すを使ってブティックとポケモンに30ダメージなので弱点込みで60でお願いします。ブティックを呼び出してでクラッシュコンも買います。ここでクラッシュコンの3度目のクラッシュコン3回目今度こそ表がいい表が出るか。うわだな。なこれは無情だ。すごい運がいい。さあ頑張って頑張って。ではそのまま攻撃を打ちます。切り裂くで縦10ダメージで、はい、弱点込みで160ダメージ。切り裂くを使っていきました。弱点込みで160ダメージ。はい、気絶します。サブティックが気絶して最後1枚いただきます。サイドを取ることに前のめりですね。ブラッキーブにエネルギーがついてなくて嬉しい。クロスマブイを出します。はい、始まりまーす。さあ、クロスマブイが渡るまで。じゃあこれでスペシャルレーザーを使います。はい、ラッキーエネルギーついてるので220ダメージ。スペシャルレーザー220ダメージがアブソルを襲う。これなかなか止まらないですよ。このままスペシャルレーザーを使います。これスペシャルレーザーを使っていきました。はい、怒涛のスペシャルレーザーレーザーですね。220ダメージゴロンダを気絶させヤンちゃんもハイドが残り3枚になりましたな。スペシャルレーザーで、ここで220ダメージ。スペシャルレーザーに220ダメージがブラッキー V を倒していき最後一気に2枚取っていきました。強いな。めっちゃ強い。ナナプレ選手は残り3枚です。バグラス出します。はい、バグラス V。 では1枚いきます。バグラス V ね、唯一スペシャルレーザーの220ダメージを耐えられるポケモンであるんですけど、まあ、耐えた返しがあるかというところですね。さあ、部長さん、この番でどうにか逆転していけるか。レフィあるしかないです。レフだからチャンネルをつけてやれないからもう挽回します。おー、じゃあ1枚引いてスペシャルレーザーで勝負。卑劣です。ということで、はい、ダナップルの勝利です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。かなりもうコインが全部裏ですごく今回良かったな。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、こんな感じで楽しく遊ばせていただいたんですけど、このようなポケモンカードルームはこれらの店舗にありますので、ぜひ皆さん足を運んでください。詳しくはコートダジュールさんのホームページを皆さんぜひチェックしてみてください。説明欄にもあります。改めまして部長さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。コートダジュールさん行ってみたくなった方はぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。それでは皆さん、また次回。バイバーイ。